松島幹線75号鉄道松島幹線とは、宮城県小川町の小川原子力発電所から、宮城県仙台市の宮城中央変電所に至る、東北電力の超高圧送電線である。ホームページでは、宮城中央変電所についても説明する。宮城県牡鹿郡小川町の小川原子力発電所から、宮城県仙台市の宮城中央変電所に至る。 全長 84.3km の超高圧、送電線である。女川原子力発電所3号機の新設に伴い、季節のオ鹿幹線となるせ艦線では、容量が不足するため建設が計画された。東北電力の1999年度供給計画に、陸奥幹線、北欧幹線、山形幹線と共に盛り込まれた。1992年に設計と、現地調査が始まる。 計画中に、経路の途中にある常盆山近くに、犬足の餌装置があることが判明し、工事に際して、犬足を保護するための対策を行う要件が、東北電力を指導した。1998年11月に着工。宮城中央開閉所を含めた、総工費は、約464億円で、鉄道の規則策に、広務定基礎工法を導入するなどにより、 約58億円のコスト削減を実現した。最も高い鉄塔は高さ130メートルで転落事故を防止するために電線の切断や器具の装着などの作業は可能な限り地上で行っておく新工法が採用された。工事中は周辺住民や地権者に悪影響ができないように配慮された。2001年4月に運用を開始。 2011年の東日本大震災では、女川原子力発電所に接続されている5系統の外部電源のうち4系統が停止、松島幹線の2系統のうち1系統だけが、女川原子力発電所への送電を保った。女川原発では、非常発電機が稼働できたことと松島幹線からの外部電力によって、10時間後にすべての原子炉が冷温停止できた。 宮城中央変電所は仙台市泉区にある送電設備で松島幹線と宮城中央支線を接続する要所である。東北電力の1999年度供給計画で宮城中央開閉所として計画された。2001年4月に松島幹線に合わせて稼働を開始。当初は27万5千ボルト4回線であったが、2010年より50万。 ボルトのとわだ、北上幹線の構築に関連して、宮城中央支線が50万ボルトに昇圧されるために150万キロボルトアンペアの変圧器を設置して、変電所化する工事が2007年4月より開始された。変圧器は、巻線コアタンクに分解して搬入し、敷地内の作ったクリーンハウス内で再組み立てを行うことにより、周辺行動の大規模な補強工事を不要とした。 変電所家によって、名称も宮城中央変電所に変わり、回線も50万ボルトに回線となった。北緯38度21分9.9秒統計140度45分6.7秒。北緯3 8 3 5 2 7号0度統計140.751861度。38.352750140.751861。ありがとうございます。